はいどうも、高木さんちの今日のご飯へようこそ。高木です。はい、ということでですね、今回魔獣戦3階層初突破ということで、その初突破記念に動画にしていきたいと思います。そしてちょっとずるい技を使ってやったんで、ちょっとそれもご紹介したいかなと思います。知ってるかもしれないけどねいや個人的にですね、喧嘩祭りとか王者決定戦みたいな対人戦 PVP であったりとか、あと順位を競うような超ボス戦では、なんかそういうずるい技とかってやっちゃいけないと思うんですよ。絶対やってる方もつまらないと思うんです。でも魔獣戦みたいに対 CPU でかつ誰にも迷惑かからんようなところだと、もうどんどん使ってね、効率よく素材集められたらいいと思うんで、今回は大まかに魔獣戦3階層の注意点を、まあ半分自分用にまとめつつ、ちょっとねこのずるい技を紹介していきたいと思います。ということで本日もレッツゴーセル。はい、ちなみに魔獣戦なんですけど、こちらのパーティーでやっております。ベスカの装備が猛攻会心、ちなみに会心はこれマーリンさんのやつの借り物です。それ以外はリュドマガが猛攻鉄壁か、会心がもうなかったんで猛攻鉄壁、マトローナが生命鉄壁、ゴーセルも生命鉄壁っていう、こんなパーティーでございます。それでは本編行ってみよう。はい、それでは魔獣戦やっていきたいと思います。まずファーストフェーズにすることってことで、早めにリュドの金バフを作って早めに使ってあげることです。いや結構ねここの火力が高いんで、でマトローナの挑発をまず使う。それ以外はもうあとは今みたいな感じで使っちゃって大丈夫です。リュドマガのバフは一旦目たかなくても、意外とマガリドの体力がある時は持ちこたえてくれたりするんで、全然使わなくて大丈夫です。どっちかっていうと、ここで2ターンランク2以上の札が禁止されちゃいます。そのデバフを消すためにも含めて、リュドマガの札を1枚使い、はい、これでバフがつきましたと。また殴って殴って、でここからはいかに早くリュドマガの金バフを作るかっていうので、ちょうどねランクアップが来たんで、ゴーセルのねランクアップを2枚使ってリュドマガを金札作っていきたいと思いますというところ。ちょうどね必殺の前にこれができたんでね、ラッキーラッキーで、あとはねまあ必殺減らしてもよかったんだけど、2フェーズ目で必殺をいっぱい消したいんで、まあね食らってもそんな食らわんので、ドーンとね、大丈夫大丈夫、全然まだ大丈夫。ほいほいほい。で、ここから。まあ、ここからはね、みんなの必殺を貯めつつ、どんどん殴っていきますって感じで。あとはね、金バフさえ耐えてれば、そこまで脅威になることはないんで、まあまあ、落ち着いてやれば大丈夫でございます。でね、挑発切れたのがねちょっときついんだよね。やっぱ挑発はね切れずにいけたらいいんだけど、まあねゴーセル狙われても金バフのおかげでなんとか持ちこたえてる感じで、ここでここでねまたね2ターン目のやつが入ってくるんで、ここは落とせるかなと思ったんで、もう落としにかかっちゃってますね。あー惜しい、ミリ残しからのバチコーンと。はい、これで1フェーズ目 OK。 ではね2フェーズ目にするってことで、できれば1ターン目に挑発を使う、で必殺を打たせない、バフを消されちゃうんで、で3ターン目にフェスカの必殺を使いたい、あ3フェーズ目に向けてフェスカの必殺を貯めるっていう感じですね。いやーちょっとね暇っていうか、もうあまりにね3時間ぐらいずっとやってたんで、騎士団チャットとか見て暇つぶしてました、ここは。そうなんで挑発打ちたいかっていうと、札を消されちゃうんですよ攻撃打たれた。なんでマトローナ以外の札を消されたら結構大変で、ゴーセルのランクアップとか消されちゃったらやばいことになるんで、まあ、ここでねなんとランクアップ
できて金バフ作ることができたんで、一旦金バフを作り、でゴーセルの必殺は相手の必殺が溜まって必殺打つよっていう時に使うといいんで残してます。でフェスカの必殺も3ターン目に向けて残してるっていう感じで、あとはそれ以外はねそこまで怖くない。2フェーズ目はね割と緩やかに進めるんで、あとはもうほら必殺があるんで必殺減らしてフェスカで殴る、マガリドで殴るっていう感じで、もうあとはね相手の HP を減らすことに全勢力を注ぎ込んでいきますっていう感じです。よしよしよし、フェスカの札がね来てくれるのが本当に助かる。そう、ここで挑発が切れてゴーセルに向いちゃったからゴーセルの札消されちゃったんですけど、いやここはねリドマガを1ターン目に使うべきでした本当に。でここで今更ながらに使いデバフを消してマガリドのね必殺を貯めてやっていくんですけども、今この鳥の HP の左腕のエターナルバフ見ていただけたらわかるんですけど、なんかついてますよね。これ HP が 30% 以下になったら出てくるんですけど、これ消滅効果、鳥を殴ったら強制的に消滅がつくんですよ自分に。でもラストの一撃とかにはつかないっていうのと、あとフェスカ3ターンごとにデバフ無効になるじゃないですか、その時に殴るかのどっちかなんですよ。なんで僕このリュドマガをもう必殺たまらないっていうのを前提にもうリュドマガでボンボン殴ってんですけどっていうやり方で今回はやっていってます。はい、これでフェスカが3ターン目になったんで、もうこの減少のデバフが怖くないんで、結構この時はねそこまでね火力大丈夫なんで安心してちょっと落ち着いてやってあげてください。ここでね変に焦ってフェスカ2ターン目とかに殴ってフェスカの必殺がなくなるっていう方が怖いんで。はい、ではこの3フェーズ目にすることっていうことで、1番はねできるだけ早く倒す、できれば3ターン目までに倒す、でリュドマガの金バフを4フェーズ目に向けて作るっていうことですね。ちなみにその金バフ作るっていうのはね多分ね2フェーズ目ぐらいからもうずっと作り続けてて大丈夫で、こっそりで、なんで3ターン目までに倒さなきゃいけないかっていうと、この鳥の3つ目の攻撃がエターナルデバフで、1ターン目に構え、2ターン目にデバフ攻撃、3ターン目にバフを永遠にもう4フェーズ目につながるまで4フェーズ目に続いてさらにずっと封印されちゃうんで、マガリドのバフとマトローナの挑発が使えなくなっちゃうんですよ。なので必ずそれまでに倒すようにしていってください。さてここからが裏技タイムです。僕間違えてこの4つで落ちると思ったんですよ。でも実際殴ってみたら全然落ちない、やばい、これマトローナ挑発耐えてないっていうので即消しました。するとですよ、消してつけると自分の札選択のところから戻ることができるんで、こんな感じでもう一回チャレンジしますかっていう風に聞かれて、でこの札選択からできるようになるっていう、これが今回のずるい技でございます。なんでここでちゃんとマトローナの挑発を打ってなんとか2ターン目をしのぎます。そう、これがねあるだけでねだいぶね、あれちょっとしたダメージ、あれ思ったより食らわなかったって時にもう一回やり直しができるんで、なかなか良きですよこれ。これでね次ゴーセル本当だったらねやられてたかもしれないっていう。でマトローナ必殺フェスカでこのターン無事終わるかなっていう感じでございます。よし、はい、3フ
フェーズ目抜けた。はい、では4フェーズ目気をつけることということでね、金リドバフは絶対に使ってください。で、マトローナの挑発も使ってください。で、回避をちょいちょいつけてくるんで、そうなってきたらマトローナのバフ解除を使って消してあげてください。今ね、反射あったんで、こうやって消してあげて殴っていっております。で、もう困ったらとにかくフェスカの必殺を上げちゃってください。フェスカの必殺で金バフついてればかなりもダメージ食らうんで、これで次相手の攻撃欄見ていただければ、あれが回避入ってくるんで、めちゃめちゃ気をつけてください。まずちょっと減らす。で、ちょっとね、感極まってちょっと画面変えちゃったんですよね。で、フェスカの必殺を溜めてく。ほら、ここで回避がついたんで、普通に殴っても食らわなくなっちゃうんで、必ず解除必要なんですけども、ちょっとね、これもしかしてワンチャンいけるんじゃない。でもここで気づいたのが、ちょっとね、攻撃力減少のバフがかかってるんで、デバフがかかってるんで、ちょっとな、怖いなっていうので最善を競そうと思い、こうしてこうして、で、フェスカの必殺を打ちに行ったところ、いやー、ありがたいことにここでバチコン、バチコン。ほら、一人で60万出せるのよ、フェスカいると。いや、フェスカはほんと困った時ね、パワープレイでいけるんで、かなりね、重宝されました。正直個人的に、いや、もうスクショとか撮ってるけど、いやー、フェスカは割とね、魔獣戦慣れてない方だったフェスカの方が個人的にはおすすめです。てか個人的に使いやすかったかな。やっぱ困った時にはね、フェスカの必殺使えばなんとかなるっていうので、いや、かなりフェスカには助けられた戦いでございました。はい、ということでこんな感じでね、なんと魔獣戦初クリアできましたということで、あのね、途中のね、一回切ってやる技、本当いいのか分かんないですけど、でもあれあると本当にやり直しが効くんで、ちょっとやりやすくなるかなと思います。ということで、よかったら皆様も試してみてください。また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。